今回はもしもナルトがジライアじゃなくオロチマルか綱での弟子になってたら、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。もしもジライアじゃなくオロチマルか綱での弟子になってたらどうなってたかな。綱でなら格闘と医療忍術主体の戦闘スタイルに。医療は難しそうだけど格闘スキル上げるの自体はそう悪くない気がする。医療できなくてもチャクラコントロールによる怪力習得できたら影分身での格闘戦がヤバいことになりそう。単純な暴力って感じだな。オロチマルならオカマに。オロチマルの場合は弟子にならずに実験体ルートしかなさそう。いや、ナルトならきっとオロチマルも。オロチマル様なら渦巻き一族のやれること全部教えてそう。封印術特化か。オロチマルってわかるってばよ、ポイント割と高いと思う。オロチマルも両親が死んでるからな。同じ封筒使いだしな。医療忍術って適性あるらしいし、綱でルートはセンスないよで終わりな気がする。ぶっちゃけ螺旋岩さえ覚えればどのルートも大差ないよ。ナルトのことナルトくんって呼んでくれる年上のお姉さんはシズネとオロチマルだけ。仙人適性は高いし、オロチマル経由で蛇仙人のところ避ければ耐性しそう。オロチマルのおっちゃん、いやばっちゃん、ボルトとミツキの関係性見る限り意外といい感じの師弟関係築けそう。でもナルトのこと才能なしとか言いまくってるしな。封印術で出てくる謎の鎖みたいなので戦ったりしそう。サスケをすごく強くした実績あるし、オロチマル道場は強さだけなら上がり幅強そう。いつまでも影分身螺旋岩一辺倒じゃなくて忍者ならいろんな術を覚えなきゃダメよ。ナルトくん、両親が死んだ者同士何らかの共感がありそう。愛情に飢えてていたずらして周りの気を引こうとするのも似てる。いたずらじゃ済んでないけど、なんだかんだで原作の師弟関係がベストだと思う。あらやだ、弟子に殺されたの私だけじゃない。ジライアも殺されてるじゃない。先鋭邪種を使いこなすナルトか。ハイカラな色の蛇使えそう。オロチマルはなんかほだされそう。いろいろあった後じゃないと無理だと思う。この白寿司前とか一番こじれてる時期だし。今の印象だとオロチマルすごい奴にしか見えないからな。オロチマルルートならキュービのチャクラ解放したりするのも躊躇しなさそう。早めに浄化されてナルトと仲良くなるオロチマルか。ふふ、いたずらでサルトビ先生の気を引きたい気持ちはわかるわ、ナルトくん。いたずらやめろ。おかしい、同じ渦巻き一族でチャクラタンク属性があるのだからナルトと綱での忍術的相性は完璧なはず。桜はもともと素質があったとはいえ、チャクラコントロール重視でゴリラになる運用は猿もやってたから強くはなれる。その代わり仙人とか忍術方面とか失う方面のデメリットがでかすぎる。三代目が死なない代わりに責任取らされて断層に地位を奪われる感じのルートならいけるのか。サルトビ先生やジライアやサスケくんが好きなのね、ナルトくん。案外私たち気があるんじゃないかしら。オロチマルなんでキュービに興味なかったんだろ。研究しても暁がかっさらっちゃうの確定してるからとか、あとは体質じゃなくて外付けの自分の能力じゃないとか。暁のメンバーはホカゲ級って話で、メンバーをオロチマルが化け物扱いしてたけど、オロチマルも十分にホカゲ級だよなって。影二人殺してる。桜がオロチマルのところに行くルートが一番みたい。里抜け前のサスケが桜を受け入れたルートは両依存になってそうでワクワクする。キュービのチャクラで体術ガンブリはまあ悪くないけど、ナルトに医療忍術を覚えさせられるかな。オロチマルのおっちゃん。おっちゃん呼ばわりされたら機嫌悪くなりそう。オロチマルにナルトが指示するルートだとカブトもついでに早く浄化されそうという回だきそう。桜は怪力も医療忍術も綱でから習ったものだから、ぶっちゃけ何やらせてもてっぺん取れそう。三代目もジライアもオロチマルも封印術に長けてるのがヤバい。ナルト興味がないわけじゃないけど、ボディとして見たときキュービ邪魔そう。暴走してる例もあるからな。出自とか考えるとナルトはいいボディではあるけど、キュービが不安要素の塊だし、サスケの方が目もついてて圧倒的にお得だから。というか人中力であるナルトが里抜けてオロチマルのとこに行くってよっぽどのことが起こるわけで。一話でイルカ先生に手を差し伸べられなかったルート。落ちこぼれだったり捨てられた子供をいい感じにカリスマで洗脳して音隠れで引き取ってるから、まあなくはない。オロチマルが培養した女体ボディに転生するナルト？4本のナルトと戦ってる時我慢よ。私にはサスケくんがいるって言ってるし、サスケいなかったら狙ってたくらいには興味津々だったと思う。ナルトと一緒にラーメン食ったり戦闘行くオロチマルが見たくないといえば嘘になる。一緒に戦闘入ってくれなさそう。この時期だとろくに術使えないし、どうなのかな。就任試験からのこの白寿司がどうなるかだよな。サルトビ先生を殺せなかったならワンチャンあると思う。オロチマルには指揮法人食らってもらわんと後々困る。誰が言ってもオロチマル裏切られるだろ。こいつの味方するような奴らじゃない。
まず原作指定のサスケとオロチマルもお互いに利用した後殺すって考えだからな。そもそもオロチマルの弟子になった場合で出来が良かったら次のボディ出来が悪かったらよくて実験体悪くて捨て駒なんでどっちみち裏切らんと生き残れない。オロチマル様の渦巻きスキルツリーだと混合封鎖屋敷法人が最終奥義になるのか、オロチマルが浄化されるルートか、原作ルートじゃねえか。イザナミされた兜を見た後にイザナミみたいなことを見つきにするオロチマル様。影分身で肉弾戦したいとかマトリックスみたいなことになりそう。オロチマルの元で修行してたら螺旋丸とかの術の修行じゃなくて早い段階から球技のコントロール重視の修行になりそうだし早めに封印の中の父と母には会えそう。決め手には欠けるけど安定感は増しそう。戦術の方もオロチマルから紹介もらえる可能性はあるだろうし割と良さそうに思えてきた。でもオロチマルって封印術苦手だってジライア言ってなかった？ナルトが渦巻き一族だから適当に資料与えておけば割と早くに習得はできそう。オロチマルのおっちゃんオロチマルのばあちゃんうん。どっちの呼び方も嫌がって早めに若返りそう。オロチマルの姉ちゃんも兄ちゃんもしっくりこないな。蛇仙人とかで。え、丸仙人と違うのはオロチマル本人が教えなくても兜がいろいろ面倒見てくれそうなところだ。オロチマルと兜がナルトの養親みたいになるのか。オロチマル指示ルートだと兜はもちろん他の連中も浄化できる可能性あるんじゃねえか。ナルトがオロチマルのところに行ったら多分誰も止めないからタユヤが生き残れるはず。あのウスラトンカチを連れ戻すぞ。水月と一緒に研究所内でいたずらしてそう。オロチマルについていくってことはナルトがイルカ先生みたいな理解者を得られなかった F なんだろうけどついていった先でオロチマルとカブトっていう家族を得て浄化されてそんなナルトにほだされていくオロチマルとカブトっていうハッピーエンドになりそう。オロチマル母さん、これジライアとツナデとついでに三代目に聞かせて。封印中の母親がこじれる。マンダは死なずに済みそう。ジライアルート、螺旋丸&カエル仙人オロチマルルート、封印術&蛇仙人ツナデルート、チャクラコントロールゴリラナメクジ仙人っているのかな。オロチマルも自分が使えないだけで仙人モード教えれるだろうしクラマと対話し続けてればクラマモードあるだろうしでナルトの最終形態はそこまで変わらん気もするな。王道の強化はつまんないから別の方向性で行くわよ。ナルトって術の運用に関しては相当柔軟だから蛇仙人ルートは絡めてがすげえことになりそう。これがあなたの親が得意としていた術よナルトくん。きちんと覚えて親子の絆を証明してみせなさい。オロチマルとナルトの指定だと逆にオロチマルがナルトに気づかされたり揺らいだりしそう。保護者マルカが早くなってイマル仙人と酒飲んだりしそうだな。本編だと対戦中に復活したと思ったらなんか急に丸くなってたオロチマルもナルトの師匠としてなら少しずつほだされていく過程が見れるかもしれない。オロチマルが早い段階で全落ちして完全に死にそう。ナルトにほだされるオロチマルは正直かなり見たい気がする。オロチマル浄化する過程で多分カブトも浄化されるから終盤の江戸転生は発生しなくなるかな。俺はこの歯を抜けるってばよ。ナルトが師匠のオロチマルが死んでイルカ先生に愛すくわれながら泣いちまう。オロチマルの元で修行を積んだナルトとか想像できん。とりあえず螺旋丸は覚えなさそうだが。ナルトがオロチマルから覚えられそうな術といえばマンダ口寄せとマンダ身代わりと、先鋭邪士と、カブトもいるしそれなりに器用に術使えるようになった後蛇仙人コースか実験体として球技の制御特化に育てられるかとか、ナルトに浄化されて里に帰って火影になるオロチマル。なんやかんやで三代目も死なず和解する三人。オロチマルも封筒使いだから割と相性いいのは内緒だ。呪印つけられるのがナルトに変わるのか。本編でも球技の封印に細工したりはしてたしそこで封印じゃなくて呪印つけられる F 展開かな。触れた相手の体を細胞レベルでズタズタにする封筒羅生門。この世界だとオロチマルがナルトの才能自慢するのはわかる。ナルトとオロチマルが組んで多分一番救われるのはマンダ。ナルトって戦術の才能はガチだし逆だったら蛇の仙人モードになるのかな。移植銃用意してくれるオロチマルに普通に懐きそう。ナルトは終始カブトに懐きっぱなしなのはわかる。ナルトの里抜けシーンで止めに来るのがサクラちゃんじゃなくてヒナタになるのか。いいねそれみたい。ナルトがオロチマルに弟子入りしたとしても新しい術を覚えるとかより基礎を鍛え直すみたいになって大して変わらないような気がする。ジライアが美獣状態のナルトにボコられたみたいにオロチマルも変なことして美獣状態にしてボコられそう。美獣や呪印のスキルツリー伸ばすんじゃね。オロチマルが下手に手を出して美獣化して暴れたりしない？手に負えねえってなってとりあえず基礎を鍛えよっかってなりそうな気がする。ふっ、私はナルトくんにカブト兄ちゃんと呼ばれてますよ。オロチマル様、あなたはオロチマルって呼び捨てでしたっけね、みたいなマウントしてくるやつ。ナルトは本編1話経由してる限り誰の下で指示しても里抜けやこの初ぶしはしなさそう。オロチマルはともかくカブトは素直な弟分いるとすごいほだされそうだな。
サスケみたいに舐めた口聞かないし、アジトは壊さないし、でカブトからしたらナルトくんめちゃくちゃいい子ってなりそう。ジライアとナルトが温泉入る会とかあったと思うけど、オロチマルだとどうすりゃいいんだってばよ。膨大なチャクラと影分身使って、影分身で封印術とかのハメ技かけながら別の分身で殴るとかの卑劣なファイティングスタイルになりそうなナルト。影分身に起爆札を持たせて自爆テロをするナルト。お前らさお前らさ、こんな卑劣なことできねえだろ。だが俺はできる、俺はすごい。いろいろあったけど結婚おめでとうサスケくん。本編でも多分言ってる、絶対言ってる。皆さんはもしもナルトがジライアじゃなくオロチマルか綱手の弟子になってたら、についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。